おはようございます。スティーブ・テキシテンのスティーブです。土曜日の朝です。今日のイベントまでゼロスカ、ハコスカで行こうと考えているんですが、その前にオイル交換、もちろんリッキー・モリの 10W40 を入れます。そしてこのスピードテックというのは最近お気に入りのものなので、オクテーンをちょっとアップしてくれるパワーアップのものなので、燃料タンクにこれも入れておきます。よし。こんなもんかな。確認して、ちょうどいいですね。はい、これ、ゼロスカのオフィシャル T シャツで、大阪オートメッセで先行販売したんだけど、1日で完売しちゃって、また作りました。今、stevepov.jp と Amazon Japan にアップしてありますので、やっぱりゼロスカに、オフィシャル T シャツをチェックしてみてくださいね。そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。昔から欲しいものがあって、日本で探して、やっぱり日本から帰ってきて最初のイベントにこれ着ながら行こうかなと思ったのは、日本で買ってきたじゃじゃーん、スカジャンです。どうですか、ハコスカにこれはバッチリじゃない。昔から欲しくて、やっぱり正しい着方も教えてもらって、こうだよね、こうだよね、こんな感じだよね。どうですか、これにほらゼロスカの T シャツ、まあ、最高じゃない。これでアメリカのイベントまでこれで行くとどんな反応があるのか、これに特にサンサン。カーペット履いていいんじゃないですか。なかなか初めてなんで、ここはどうしたのか分かんないです。不良に相談しないと。ここはちょっとミスだったのかな。でもカーペットが履いてよかったです。カーマットがまた新しいのを注文します。かっこいいね、寒い日にこれはめっちゃいい。いいね。
1時間ぐらいの道なんで、サウスレイクというところまで行きます。そして今日キムさんはいない、トーマスもいない、あのスティーブさんがいる、ステージアを買ったスティーブさん、自分の愛車がしばらくない間に車のイベントにあまり行かなかった、行かないことにしていたのかな、寂しくて。スティーブさんだからまた一緒にできるのは楽しいことです。やっぱりカーペットがあると違うよね、変な音とか余計なことは聞かない、いいよね、なんか落ち着く、ちょっと暖かい、落ち着いし、エンジンがむと聞こえるんだよね。やっぱり久しぶりに乗るとどんだけこの車人気なのかって分かるもんね。いろんな人からサムズアップとクラクションを鳴らして、かっこいいよという、まあ、言ってくるんだよね。どの車でもそうなんだけど、まあ、コスカがなんか独特な雰囲気をするんだよね。なんかいつもこんな感じで、あんまり知られてないのにアメリカではやっぱりかっこいいからサムズアップになるよね、自然に。映画も嬉しい、人気なんだよね。止まるといろんな人から声かけられるんだよね。スピードチェックを今入れて燃料を満タンにして、これからサウスレイクまで。なんか面白い車が来たような気がする。あ、ポルシェか。なんかちょっと古いポルシェかなと思うんで、アコースが好きなのかな。ポルシェ乗りも同じイベントに行くのかな。ああ、いいね、大きなサムズアップ、かっこいい笑顔とサムズアップで、アコースが好きで。ちょっと嫌な天気だね、晴れてくるといいですね。あらららら、ポルシェの人はめちゃくちゃアコースで気に入ってるみたい、ね、ずっと隣に走って、多分同じイベントに行くのかな。だからもう間もなく着きます。悪いからどのぐらいの人が集まるのかは分かんないけど、 Thank you! Appreciate that! 若い女性にもサムズアップもらえると嬉しいよね。
now, guys. Thank you. 面白い反応だよね。人がやっぱり人気者だよ、アコスコが。What's up?What's up, man? Yeah, I like your jacket. Thank you.